僕の名前はキューベ。僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。僕は君たちの願い事を何でも一つ叶えてあげる。え？本当？願い事って何だって構わない。どんな奇跡だって起こしてあげられるよ。それと引き換えに出来上がるのがソウルジェム。この石を手にした者は魔女と戦う使命を課されるんだ。これがソウルジェム。キューベに選ばれた女の子が契約によって生み出す宝石よ。魔力の源であり魔法少女であることの証でもあるの。多分そういうことでしょうね。願いから生まれるのが魔法少女だとすれば、魔女は呪いから生まれた存在なんだ。魔法少女が希望を振りまくように魔女は絶望をまき散らす。しかもその姿は普通の人間には見えないからたちが悪い。不安や猜疑心、過剰な怒りや憎しみ、そういう災いの種を世界にもたらしているんだ。理由のはっきりしない自殺や殺人事件はかなりの確率で魔女の呪いが原因なのよ。形のない悪意となって人間を内側から蝕んでゆくの。それが君の望みだね。契約は成立だ、トモエマミ。キューベイと契約した魔法少女よ。さて、魔法少女体験コース第1弾、張り切って行ってみましょうか。これがグリーフシード、魔女の卵よ。Get ready. アケミホムラです。よろしくお願いします。Come on, baby. ホムラ、あなたにあげるわ。ごめんなさい。いらっしゃい。今度は私が相手よ。少しいいかしら。時間は取らせないわ。ラウンド、ワン、ファイ。止まります。時間操作の魔術。
誰も親父の話を聞こうとしなかった。信者の足はパッタリ途絶えたよ。本部からも破門された。誰も相手をしてくれなかった。悔しかった。許せなかった。誰もあの人のこと分かってくれないのが私には我慢できなかった。だから久兵衛に頼んだんだよ。急ぐ用事があって。どう？怖い？バカ、ちょろそうじゃん。銃殺っしょ、あんなやつ。조용히끝내기불렀는걸。終わりだよ。ここなら遠慮はいらないのね。いつ派手に行こうぜね。ラウンドワン、ファイト。僕の手はもう二度と動かない。もう痛みさえ感じない。今の医学じゃ無理だって。奇跡か魔法でもない限り治らない。あるよ。奇跡も魔法もあるんだよ。本当にどんな願いでも叶うんだね。大丈夫、君の祈りは間違いなく遂げられる。受け取るといい。それが君の運命だ。さて。よ、お待たせ。私は戦うよ。オッケー。負けない。ラウンドワン、ファイト。
마저. なんだあの武器、レアだ、レアすぎる。何それ、なんか大元から勘違いしてんじゃない。トムさん、お願いします。またなの。仕方ないわね。いやー、やっぱマミさんってかっこいいね。悪いな、ここは通行止めだ。あんまり格好悪いところは見せられないものね。さあ、勝負よ。お互いにそう思えればね。あなたは何者。ディオ、手を出さないで、私が対処する。頼もしいじゃん。私は諦めない。無駄無駄って繰り返す。支配してやるぞ。ラウンドワンファイト。邪魔をしないで。一旦引くわ。こっちに行く。動く。行くわ。どうかしらね。とはいくらでもごちそう、いくらでもごちそうじゃ申し訳ない。捕まえて、捕まえて。絞りかすだ。さっさと、絶対に。こっちだ。縁を見よう。縁を見よう。こっちだ。縁を見よう。目障りだ。消えて、いくらでもごちそうする、いくらでもごちそうする。ラウンド2ファイト。剣じゃけー。剣じゃけー。まだ止まりなさい、止まりなさい、止まりなさい。目障りだ。消えていくらでもごちそうする、いくらでもごちそう。ささ消えます。縁を縫う。時間を無駄にさせたのに、ごめんなさい。俺の炎で。ぶっ飛べ！なんだか不思議。はあ？何かって何だ？やろう！慌てなさんな。平和は、この魔法少女さやかちゃんがガンガン守りまくっちゃいますからね。そういう覚悟で言ってくれるなら助かるわ。炎が、負けない。お前を呼んだりして。これなら負ける気がしないわ。うっと。いくぜ。くれ。ミッション。見せてやる。見せてやる。これが一番いい。
私が相手をする。手出ししないで。あんたのやり方じゃ手ぬるすぎるんだよ。頑張りすぎじゃない？こういうのなんだか賑やかで楽しい。遊びじゃないのよ、かなみさん。こいつを食い終わるまで待ってやる。十分よ。そんなに時間は取らせないわ。ラウンド1開始。逃がさない。ここだ。おっと、また。どうか捕まえちゃ邪魔をしないで。今回はあなたに譲ってあげる。任せて。さやかちゃんの必殺剣受けてみろ。ちょっとちょっと、何やってんのさ、あんたたち。ずるい、不公平だ。ひどいのはさやかの方じゃねえか。
そんなに急がなくても結構です。そうそう、焦って決めるべきではないわ。わかった、今日のところは降りさせてもらうよ。さて、一丁やってやりますか。本当に仲いいですよね。バカ。それでは、どうしましょう。どうしましょう。いただきました。気を失っているだけ。行くわよ。いいお日柄ですね。よし、行くわよ。痛かっただけです。だよ。うぜえ、超うぜえ。無茶しすぎ。さすがね、トモエマミ、いい腕だわ。一緒に頑張ろうね、小村ちゃん。マミさん、間違いないわ。
かなり強い力を持ってるみたい。何の問題もないわ。私に任せて。みんなで協力して戦えばずっと安全なはずだよね。けしからん。そんなハレンチな子はこうだ。さっさと消えなさっさと消えなさっさと消えな。いくらでもごちそう、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 さっさと消えな。自分自身の運営のためにちゃんはさ、なんだかマミさんとは別の意味でベテランって感じだよね。そうかもね。否定はしない。本気か。違う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 。だから消えなさい。あんたの噂のイレギュラーってやつか。ドナルドです。妙な技を使いやがる。ハンバーガーが、おいほら空気読めっての。ドナルドのことが大好きだなんて嬉しいな。ちょっとさ、やめてくれない。くー、やっぱり感じ悪いやつ。飲み込みが悪いのね。もちろんドナルドも君のことが大好きだよ。目障りよ。今すぐ殺してあげるわ。全力で潰すわ。Thank you.
金目まどかさん、あなたがこのクラスの保健係よね。連れてってもらえる？保健室。今とは違う自分になろうだなんて絶対に思わないことね。さもなければ全てを失うことになる。あなたは金目まどかのままでいればいい。今まで通り。新しい魔法少女が生まれることを阻止しようとしてたんだろうね。なんで？同じ敵と戦っているなら仲間は多い方がいいんじゃないの？本当に明美さんとは初対面ですの？ゆうべあの子と夢の中で会ったような。さやかちゃん、どういうことだ。おい、こいつ死んでるじゃねえかよ。君たち魔法少女が体をコントロールできるのはせいぜい100メートル圏内が限度だからね。100メートル？何のことだ。そっちはさやかじゃなくてただの抜け殻なんだって。何言ってるのよ。キューベ、助けてよ。さやかちゃんを死なせないで。さやかちゃんはどうしたの？彼女のソウルジェムはグリーフシードに変化した後、魔女を産んで消滅したが、それがソウルジェムの最後の秘密。この宝石が濁りきって黒く染まるとき、私たちはグリーフシードになり、魔女として生まれ変わる。それが魔法少女になった者の逃れられない運命。嘘よね。ねえ。これでまたしばらくは大丈夫だ。私たち消耗品なの？やっぱりあなた私たちの敵なんだね。この宇宙にどれだけの文明がひしめき合い、一瞬ごとにどれほどのエネルギーを消耗しているのかわかるかい？君たちの犠牲がどれだけ素晴らしいものをもたらすか理解してもらいたかったんだが、長い目で見ればこれは君たちにとっても得になる取引のはずだよ。いつか君は最高の魔法少女になり、そして最悪の魔女になるだろう。その時僕らはかつてないほど大量のエネルギーを手に入れるはずだ。この宇宙のために死んでくれる気になったらいつでも声をかけて。待ってるからね。ひどいよ。何も殺さなくても。なんであなたはいつだってそうやって自分を犠牲にして。いい加減にしてよ。あなたを失えばそれを悲しむ人がいるって、どうしてそれに気づかないの？あなたを守ろうとしてた人はどうなるの？ホムラちゃん、私たちはどこかで会ったことあるの？私と、それは…時間素行者、明美ホムラ。過去の可能性を切り替えることで、幾多の平行世界を横断し、君が望む結末を求めて、この1ヶ月間を繰り返してきたんだね。なぜ金目まどかが魔法少女としてあれほど破格の素質を備えていたのか、今なら納得いく仮説が立てられる。ひょっとしてまどかは君が同じ時間を繰り返すことに強力な魔法少女になっていったんじゃないのかい？明美ホムラです。もう大丈夫だよ。ホムラちゃん。いつもあんなのと戦ってるんですか？平気なんですか？怖くないんですか？平気ってことはないし、怖かったりもするけれど、魔女をやっつければ、それだけ大勢の人が助かるわけだし。トモエさん、死んじゃったのに。もうワルプルギスの夜を止められるのは、私だけしかいないから。無理よ！一人だけであんなのに勝てっこない！カナメさんまで死んじゃうよ。それでも私は魔法少女だから、みんなのこと守らなきゃいけないから。ホムラちゃん、私ね、あなたと友達になれて嬉しかった。
あなたが魔女に襲われた時間に合って、今でもそれが自慢なの。魔法少女になって本当に良かったって、そう思うんだ。さよなら、ホムラちゃん。元気でね。あなたと契約すればどんな願いも叶えられる。そうとも、君にはその資格がありそうだ。私はカナメさんとの出会いをやり直したい。彼女に守られる私じゃなくて、彼女を守る私になりたい。契約は成立だ。あ、私まだ退院してない。夢じゃない。アケミホムラです。よろしくお願いします。カナメさん、私も魔法少女になったんだよ。これから一緒に頑張ろうね。時間停止ね。確かにすごいけれど、使い方が問題よね。にしろ。トルジェムが魔女を産むならみんな死ぬしかないじゃない。やめて。もう嫌だよ。こんなの。大丈夫だよ、二人で頑張ろう。一緒にワルプルギスの夜を倒そう。過去に戻れるんだよね。こんな終わり方にならないように歴史を変えられるって言ってたよね。私にはできなくて、ホムラちゃんにできることお願いしたいか。約束するわ、絶対にあなたを救ってみせる。何度繰り返すことになっても必ずあなたを守ってみせる。覚えているのは私だけなの。誰も未来を信じない。誰も未来を受け止められない。だったら私は決して言いなりになってはダメ。これ以上先に進まれたら避難所を襲われる。どうにか何度やってもあいつに勝てない。もういいんだよ、ホムラちゃん。まどか、まさか。ホムラちゃん、ごめんね。私、魔法少女になる。そんな。やっとわかったの。叶えたい願い事を見つけたの。だからそのためにこの命を使うね。やめて。本当にごめん。これまでずっと、ずっとずっとホムラちゃんに守られて望まれてきたから今の私があるんだと思う。今日までのホムラちゃんを無駄にしたりしないから、すべての魔女を生まれる前に消し去りたい。すべての宇宙、過去と未来のすべての魔女をこの手で。そんな祈りが叶うとすれば、それは時間干渉なんてレベルじゃない。因果律そのものに対する反逆だ。君は本当に神になるつもりかい。神様でも何でもいい。今日まで魔女と戦ってきたみんなを、希望を信じた魔法少女、私は泣かせたくない。最後まで笑顔でいてほしい。それを邪魔するルールなんて壊してみせる、変えてみせる。これが私の祈り、私の願い。さあ叶えてよ、インキュベーター。
望で終わらせたりしない。あなたたちは誰も呪わない、祟らない。因果は全て私が受け止める。だからお願い、最後まで自分を信じて。マドカがもたらした新しい法則に基づいて宇宙が再編されているんだよ。君という存在は一つ上の領域にシフトしてただの概念になり果ててしまった。もう誰も君を認識できないし、
君もまた誰にも干渉できない。今の私にはね、過去と未来の全てが見えるの。かつてあったかもしれない宇宙も、いつかあり得るかもしれない宇宙も、みんな。